こんにちは、EG モデラーズルームへようこそ。今回はトライアンフを作ります。このモデルは軍用車両ですが、戦後民間に払い下げられた車体をベースにレース用にカスタムされたオートバイを再現したいと思います。エンジンはタイガー80を参考にしてディテールを追加しました。古い角材を使った展示台とヴィンテージヘルメットを追加して、トラディショナルなイギリスの名車を作りたいと思います。では早速作りましょう。ホイールから作ります。 0.5mm のステンレスバネ線と内径 0.6mm の真鍮パイプでスポークとニップルを作ります。ハブとリムに穴を開けます。1本目はハブとリムの穴が垂直となるハブの穴から3個か4個目の穴をバネ線で結びます。方向の違うスポークの長さが同じであることを確認します。あとは繰り返しになります。時々反対側のホイールと合わせて歪みのないことを確認します。確認できたら接着します。この繰り返しです。ちゃんと確認できれば大きなリムのフレはないと思います。エンジンは貼り合わせて接着部分の跡を消します。フィンを薄くして彫りを深くします。省略されているボルトは追加します。ウェーブのボルトセットを使います。塗装をすると消えそうなボルトは切り取って六角プラグと入れ替えます。ディテールアップ箇所に穴を開けます。マイナスボルトも切り取ってウェーブのオーボルトセットと入れ替えます。ジェネレーター、マグなどはネットの写真を参照してディテールアップします。電線の取り出し口、取り付けバンド、マグの金物類を追加します。
16ボルトとピンで作ります。80のエンジンを参照してディテールアップします。ボルトを超ボルトに変えます。エンジンはオキサイドレッド、銀、メタリックグレーで塗装します。シリンダーの下半分を黒で塗装し、塗料が乾燥したらランドブラウン、マルチブラックでウォッシングしつつ、地肌の銀色を出していきます。シルバーの色が程よく出てきたら、チタンゴールドでドライブラッシュします。銀色のウェザリングはゴールドでドライブラシすると使い込まれた感じが出せて、ラストオレンジを使うと朽ちた感じが出せます。ケースも同様に塗装しました。
最後に半光沢クリアでコーティングしておきます。カムシャフトチューブは真鍮パイプとアルミパイプに置き換えます。プラス製のオイルラインはすべて内径 0.6 ミリの真鍮パイプに置き換えます。配線類をつなげていきます。プライマリーカバーのマイナスボルトは塗装で消えそうなので切り取って、ウェーブのボルトセットに入れ替えます。ウェーブのボルトセットは頭だけ使っています。塗装はオキサイドレッド、銀、メタリックグレーで塗装して、グランドブラウンでウォッシングして、チタンゴールドでドライブラッシュします。チェーンのテンショナは後でピンと六角ボルトで作り替えますので切り取ります。塗装はオキサイドレッド、黒で塗装します。サンディウォッシュ、ステインブラウン、グランドブラウンでウォッシングします。そしてマルチブラックで全体を黒く塗装して、半光沢クリアでコートします。エンジンをマウントします。
ジェネレーターに電線を追加します。ビニール製なので密着ロンとソフビ用サーフェーサーを拭いて、銀、メタリックグレー、グラウンドブラウンで塗装してクロームシルバーでドライブラシします。スタンドはバネを取り付ける部分が折れそうなので、ピンとアルミパイプで作り直しました。フットブレーキはリンケージの部分をばらして溶白線でロッドを作ります。クラッチのアームはこれでもいいのですが、タイガー80の写真を参照して作り直します。オイルラインは内径 0.6 ミリの真鍮パイプで作ります。タンクには嬉しいことにパッドが付属していました。タンクはオキサイドレッド、銀、メタリックグレー、グランドブラウンで塗装、つや消しクリアでコーティングしてメタルカラーのクロームシルバーでドライブラッシュしました。
タンク上部にタンクバンドをプラ板で作って貼りました。燃料パイプは内径 0.6 ミリの真鍮パイプで作ります。難易度を上げて回転させました。ガーターサスペンションです。実際に動きますが強度はありませんので、ほどほどに。ボルト関係を追加して塗装はフレームと同じ要領で塗装しました。スピードメーターはケーブルジョイントを追加して、メーター部分は UV レジンでコーティングします。ゼッケンはアルミ板に88番を印刷して貼り付けました。1940年代の後半、ゼッケンはほとんど手書きです。味があります。マフラーは消音器の固定バンドを作り直したのですが、実車と比べると太いので思い切って短くしました。耐熱テープは布テープで代用しました。
ハンドルはホーンを取り除いてホースジョイントの追加を行い、レバーのヒンジ部分の穴開けを行い、後でピンの頭を埋め込みます。グリップは布テープを巻きます。3ミリのブラゴでグリップエンドを追加しました。前後のフェンダーを短くカットします。塗装はオキサイドレッド、銀、メタリックグレー、グランドブラウン、チタンゴールドでドライブラシします。シートはビニール製ですので、ティッシュを貼り付けて塗装します。革の塗装は黄色、赤、茶色で塗装して、明暗をステインブラウン、グランドブラウンで塗装すると革っぽくなります。
ちます。組み立てていきます。バイク本体が完成しました。展示台は古い角材を鉄板でまとめたデザインにしました。5mm のプラ角材と 1.2mm のプラ板で角材の台を作りました。足は 3mm の角材と中板を 0.5mm のプラ板で作りました。塗装はグレーのサーフェイサーを基本の色としました。マルチブラック、グランドブラウンでウォッシングしてマルチホワイトをスプラッシュ、色をなじませてステインブラウンで木目を簡単に描きます。最後にラストオレンジで色を整えて、これを気に入るまで繰り返します。
ヘルメットはキットのものを流用してゴーグルと耳当てをエポパテで作ります。オリーブで塗装してゴーグルのガラスは UV レジンを使いました。完成しました。完成写真が続きます。ぜひ最後までお付き合いください。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の模型でお会いしましょう。